はい、皆さん、こんにちは。モロトフです。セトルメントサバイバル続きをね、やっていきましょうか。こちらね、私の村ですね。一人称視点になっております。彼の名前はね、エディソンという名前のようですね。うん、どこに向かうんでしょうか。一仕事終わってね、家に帰るところだと思います。 ちょっとね、お腹空いてますよね。あと、これは何でしょうかね。スタミナもね、切れているということで、間違いなくね、家に帰って食事をするんだと思いますね。お、途中でこれは 建設場所にね、戻ったんでしょうか。はい。ということで、今回も街をね、拡張していきましょう。狩猟小屋ができたので、コインを入手。そしてね、薪割りもコイン入手ですね。あれ前回コイン入手したと思うんですけどね。あと、住宅でコイン入手ということで、今回はね、修繕工房、修理工房をね、作らなければいけないよということか。 人なんですけど、なかなか増えないんだよね。我々今ね、大人の人口が20人、そして子供がね、40人ということで、人口を増やしたいんだよな。そのためにはね、視聴者を作っていこうと思います。さあ、ここら辺に作ればいいかな。ど真ん中にドカンとこういう感じで作っていきましょうか。 それとともに赤色のね資源がかなり不足しているよということになりますね。医薬品か。あと極端にないのが工具ですね。これはやばそうだ。なのでね、工具を作るために鍛冶屋さんも作っていきましょう。鍛冶屋さんはここくるっとこういう感じで、ね、作っていきましょうか。今のスピードは1だから5ぐらいにね、しておきましょう。現在は2年目の10ヶ月ということで、10月ですかね。うん。 そろそろまたね、冬がやってくるということになるんですね。これは怖い。またね、薪がないよっていうことにならないかな。現在は薪割りをね、二人お願いしてますね。ケルシーさんとマイケルさんですね。あ、ちょっとちょっとね、なんかこう凍りついてる感じなんでしょうか。雪がね、ちらっと見えますね。 さあ、そしたらば、修理工房も作らなければいけないんだけども、最初はね、視聴者をね、作ってほしいですね。今はね、木材全部入れましたと、続いてね、石を入れているところか。建築要員ですけども、今ね、二人しかいないんだよな。もう少し人数やっぱり欲しいところ。そしたらね、無駄な場所をね、ちょっと省いていきましょうか。 我々ね、ここね、牧草地があるんですけど、ギャリーさんが全くね、機能していないんですね。なんでかっていうと、動物はね、船のトレードによって入手するっていうことがね、今回わかりましたので、ギャリーさんはひとまず減らしておきましょう。というか、誰もね、入らないでくださいということで、一旦牧草地は停止にさせておく、もしくはこの場所がもっ 使えないからこれをね。解体するっていう動きでもいいのかもしれないですね。よいしょと一応ね。解体の指示を出しておきましょう。はい、こういう感じですね。それではガンガン行くから1。0倍速で行こうかな。さすればですよ。今ね建築を開始してますね。2人もしくは1人がね凍えていると。 現在の薪の量ですけども、一生懸命作っていて、110個ですね。ちょっと心もとない感じがしますね。二人で一生懸命、こんな感じでガン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 やってますね。ほいほいほい。はい。そしたらね、やりましたね。鍛冶屋さんができました。早速ですけど、一名、ギャリーさんですね。鍛冶屋さんに転職されたと。 いうことで、よしよしよし、これで何か作りましょうか。へえ、鉄製の工具も作れれば、石のね、工具も作れるぞということで、ひとまず鉄製の工具を注文しておきましょう。そしたら視聴者もね、できましたね。これによって移民が増えるんでしょうか。移民を受け入れて村長を雇うことができる町の中心的建造物と書いてありますね。 誰を村長にすることができるんだろうまだね、おそらくどこからも移民のね、申請がないみたいですね。もうちょっと待っておくということでしょうか。移民を受け入れるためにはもう少しね、家が必要だと思うんで、 近くにね、家を建てていきましょう。1個、2個ぐらいでいいかなあんまり多いと、それはそれでね、問題かもしれないですね。あとはね、今回ね、やるべきこととして、こちら、開発ポイント、いわゆるね、研究開放ができるみたいなんですね。このゲームすごいですよ。かなりの数、分野でね、開放ができるということで、なかなかね、奥が深そうな感じがします。それでは早速ですけど、何から研究開放していきましょうか。 公益ですかね。海洋輸送ということで、貿易関係をちゃんとやっていった方がいいのかな。そんな感じですよね。海洋輸送をね、解放しておきましたと。それ以外、石鹸、警察署大事そうですね。うん。あとは、テントなんでしょうか。粗末なね、家か。うんうん。 これはね、どうでもいいのかもしれないけど、次ね、家のアップグレードっていうのがあるから、これも合わせて2つね、やっておきましょうか。綺麗な水というのもあるのか、学校の拡張、研究機関、これちょっと重要そうですね。やっていこうか。あと、医療研究、これも重要そうですよね。そしたらば、それ以外はどうでしょうか。倉庫やっていこうかな。よいしょと。 これでね、研究ポイント、開発ポイントはね、すべて使い果たしましたよという感じですね。さすればですね、今回は船着き場、交易をね、徐々に徐々に始めていきたいと思います。ここら辺に置いといた方が良さそうだ。よいしょとこんな感じにしておこう。あとはね、道で繋いどくよということで、こんな感じですかね。よいしょとやっておきましょう。さあ、船着き場ですけども、木材が120個ですね。石も60個。 鉱石も60個か結構ね、在庫が心配な気がしますけど、まだ大丈夫そうだな。衣服が足りない。やばいやばいやばい。なんかね、衣服が足りないと言ってますね。衣服はね、この下て屋で作れそうですね。そしたらば、下て屋もね、サクッと作っておきましょう。ここら辺にあればいいかな。作っておきます。さあ、タスクとしてはね、修繕工房なんですよね。修繕工房も作っていこう。これだ修理屋ですね。 ちっちゃいね。いいね、いいね。修理屋はじゃあ、ここら辺近くにね、サクッと作る感じでいきたいと思います。よいしょと。はい、こんな感じだね。道もね、ちゃんとつけた方がいいかもしれないので、こういう感じでつけていきましょうか。ここら辺もね、つけた方がいいね。よいしょと。はい、こんな感じか。うん。気づけば、牧草地もなくなっておりますね。えー、と、木ですけど、ちゃんと植えているのかな伐採場ですね。 植林をするというのがありますね。一応選択肢はあるみたいですね。だからちょっとちょっとなんですけど、若い木がね、植えてね、育ってありますね。はい。そしたら開発ポイント、新たにゲットしました。1個ですよ、ということか。どうかな醸造もいいけど、物流関係、小さな市場ね。これも良さそうですよね。やっておこうか。小さな市場です。はい。 そうすると、市場なんかはどこでね、開放できるんであろうか。こちらですね。小さな市場、そして普通の市場もありますね。そうなんだ。倉庫に関してもね、小さな倉庫、そして普通の倉庫みたいのもあるみたいですね。よしよし。まだね、イベントはね、だいぶ先のようだね。船が到着するのがかなり先な感じがしますね。さらにその先に移民というのがあるのか。そうか、そうか。そしたらば 一人ね、怪我している人がいます。この怪我している人ってどうやって治療すればいいんだろうおそらく病院か、クリニックを作らなきゃいけないよと。 いうことですね。それではクリニック何かこう範囲がね、決まっているんでしょうか。ここら辺に作っておくのが今んところ良さそうですね。コツとやっておきます。さあ、現在はね、引き続き大人が20人、そして子供がね、若干増えましたね。8人になっております。学生が0ということで、学校もね、今後必要だと思いますね。幸福度低いな。健康も低いのか。なんでね、健康が低いかっていうとね、この薬がね、ちょっと足りないのかもしれないね。見ていこうか。 薬の種類もね、半端ないですよね。薬草から軟膏ですね。あと、薬用の油があるし、特殊薬品っていうのもあるね。包帯もあれば、薬用アルコール。すごいね、石鹸、薬用石鹸。<laughs> こんなね、細かいね、種類のね、村づくりゲームってなかなか珍しいんですけど、なんかワクワクしますよね。それ以外もね、衣服がね、断然少ないんだよな。さあ、今回、仕立て屋さんがようやくできましたと、一人ね、入っていないのか、 どうしよう農場を一人削っていく感じで行きましょうか。その方が良さそうだね。それぞれ一人ずつにしておきましょう。果樹園も多分一人でやっていけるんじゃないのこれによってね、仕立て屋さんに就職が増えればいいんですけど。はい。ダグラスさんがね、入りましたということですね。あとは移民は相変わらず来ていないということか。厳しいね。 これを作ればたくさんね、移民が来るのかと思いきや、そうでもないぞと。その間ですけど、ビタさんとデブラさんが、えーと、こちら船着き場でね、就職しましたと。 一人でいいでしょう。これはそういう感じだと思いますね。売却するもの、私たちが持っているね、倉庫にあるものですね。これをね、あらかじめ指定することで自動的に取引ができるんではないでしょうか。ただし取引できるのは船が来る時だということですね。さあ、もうね、3年目の10月になっておりますよ。いろいろ皆さんカタ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 やっていただきたい。そしたらば残念です。子供の誕生がゼロ人って言ってるな。 なかなか出生率が上がらないんですけど、これは寒さが影響しているのか備蓄燃料がね、不足していますと言ってるぞ。 ってことはやっぱり年がら年中ね、薪を作っていた方がいいのかもしれないですね。さすればですね、薪割り小屋をもう一つ増やすということでやっていきましょうか。よいしょと。ただね、肝心の村人が少ないんだよな。こちらなんですけども、これは最終状況。これ下に置いとこうかな。こんな感じで。最終小屋は食料をね、つかさどるから大事ですよね。 狩猟小屋もね、食料とかね、あと、かわるよをね、ゲットするためには大事ですと。えーと、こちら、伐採か。伐採は300、少し少なくなってるから大事だよね。なかなか割り振りかなり難しいですね。労働者がひょっとしたらやっぱり多いのかもしれないけど、これね、立ちましたね。ここで治療してくれんだ。ただしね、多分ね、薬品使うと思うんだよな。なんだこの自利品感。やばいね。 さあ、倉庫を言っているうちに修理工房ができましたのでクリアしておきましょう。境界ね、次。うーん、人が足りなすぎるな。このゲーム結構難しいぞ。そしたらこのね、近くにコツンと置いておきましょうか。建物は比較的立ちやすいんだけど、 人がいなさすぎてね、やばいと。そんな中で子供がね、12人まで膨れ上がっております。なかなかいい感じですね。これね、先を見てね、学校作っといた方が良さそうだな。ありますね。8歳からね、9歳対象の子供たちの学校ですね。これは大切そうだ。小さい。かわいいね。そして、 そしたらば、ここら辺に置いとこうか。住宅の近くの方がね、効率良さそうだもんね。よいしょと、こんな感じで置いておきます。さあ、そしたらば、薪割りのね、小屋が完成しましたけど、人不足か。そして、5人の市民が服を持っていません。裸全裸でやってるようですね。どうしようか。 なかなか厳しいね。全裸で、おっと、待って待って、行商が来たぞ。やってた旅のね、商人ですね。さあ、早速ね、ここで、ね、足りない物資を買いたいところ、定住地に旅商人がやってきましたと。彼に銀貨を払うと価値のわからないランダムな品物をお返しにくれるそうですと。なんでこんなギャンブルなんでしょうかね。<laughs> どうしようか。 たっぷりの銀貨を渡す。そうしとくちょっと次ね、トレードもできるんだよな。これはやめた方が良さそうな気がするけど、やっていきましょうか。いよいしょと。はい、やりましたと。そしたらば、ピクニック ×202 ということで、なんでしょうか。旅の商人との交易が順調に進み、極めて質の良い食料が手に入りましたと。商人は満足して帰りましたと。さと。あ、一応、よかった。お金全額ではなかったですね。 はいはいはい。もう一回できるのかなあ、彼は無事ね、満足して帰ったということだからいいのか。食料を手に入れたんだよな。さあ見てください。こちらね、我々の倉庫なんですけど、かなりね、水の量が半端ないですよね。なんか面白いよね。倉庫をしているうちに原料である木も少し足りなくなっているのか。 そしたらば木をね、伐採していきましょうか。ここら辺の木ね、伐採していきましょう。サクッとはいと。あとはこちら、教会ですね。なんとか教会を作ることができたんですけども、いかんせんね、人が足りない状況だと。 いうことね。うん。まあ、ひとまずね、コインをゲットしておきましょう。あとは診療所も建てましたよね、と。上流所も建てなさいか。なかなか要求が厳しいな。現実離れしている感じがある。はい、上流所がありますので、一通りね、建てておきましょうか。そうだな、ここにコツンと建てる感じにしておきましょう。そしたらば、念願の船がそろそろやってくるんではないんでしょうか。 はい。そしたら船ですけど、ここに来ました。やったやったやった。来た来た来た。ここで貿易して、我々はね、医薬品がまず欲しいよね。そして服が欲しい。服全然作れてないのかな悲しいな。ここですよね。一人ね、ダグラスさんが働いていて、そうか、指定していなかったんだ。えっ、ー、と、早速ですけども、ウールでやりましょうか。ごめんごめんごめん。サクッとやりましょう。あと必要なのは、そんなもんか。医薬品と服がね、そっ 欲しいよいよととうことですねそしたらば、貿易をするのかなどうやって貿易をするんでしょうか一応ね、止まりましたと。はい、そしたら取引しますと。時間はね、59日ですね。2ヶ月ぐらい止まってるよということで、かなりすごいね。ひとまずね、薬草80個にしておこうか。合わせてですけども、包帯もね、欲しいよね。がっつりもらっとくということで、100個にしておこうかな。 あとはダウンジャケット。ぜひ買ってくださいという感じですね。いいね、いいね。そしたら100個買っておきましょうか。これでコインは3570コインか。かなり買ったね。あとブーツか。じゃあどうでしょうか。こっちが50個で、ブーツが50個にしておこうかな。これでいい感じじゃないでしょうか。おっと、買いすぎちゃった。なので40個と40個にしておきましょうか。 はい。こういう感じかな。これで私も4080ということで取引がね、完了すると思います。やりました。やったね。よしよしよし。これで荷物が多分こっちに運ばれるんじゃないのかな。その時にね、活躍するのが一人のデブラさんということか。これはこれで大変そうだけど、まあしょうがないよね。デブラさん一人で頑張ってください。そしたらば、なぜかわからないけど、大人がね、一人増えて21人になりましたね。やった。 これね、子供から一気に大人になってんだ。そうか、学校がないから学生という概念がないということになったんですかね。その名もケイティさんのようですね。 ということで、今回はここまでにしたいと思います。なかなかね、複雑なゲームですね。続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひ、いいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは。 Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see Manhattan never looked so pretty.